大野和成20問20答いったります。サッカーを始めた年齢は6歳です。近所のお兄さんが、スパイクとボールをくれて、それを持って、少年団に行きました。たくさんボール触るよ。以上。新潟県上越市です。地元のおすすめはあんま長いこと上越になかったんでちょっと分かりません。家族で初めて、ユニバに行ったことです。マリオ最高だったね。いや、新潟から、湘南に戻ってきて、普通にカウントダウンしました。ラーメン雪国っていうラーメン屋なんですけど、僕の親戚がやってるんでぜひ行ってください。マグロしゃぶしゃぶですかね。マグロを切ってしゃぶしゃぶするだけ。以上。新米炊きたてのご飯が食べたいです。気を使わない。スラムダンク見ました。面白かったです。子供の成長見ること。結構スポーツ全般好きで、まあ、野球とかは結構見ます、はい、オフにトレーナーのしげちゃんと2人でキャンプ行きました。だからしげちゃんとは、まあ、イギリスどっか行ってプレミアリーグとか見たいなって思います。2時間いらです。いら24時間でいい。マッサージ受けて、前は足湯してたんですけど最近足湯してないんでマッサージ受けて気合入れます。全選手全選手。やっぱり、そのまま長くなってきたんで、湘南の選手らしくアグレッシブに戦いたいと思います。目標は、やっぱり試合に出て、勝ちに貢献すること、それに尽きると思います。今シーズンも、コロナに負けず僕たちは頑張るので熱い応援よろしくお願いします。